サジントンはアメリカ合衆国コネチカット州ハートフォード郡南西隅に位置する町である。2010年の国勢調査では人口43,069人であり、州内の町では第10位、市を合わせても第22位である。アサバーンズ酒場、サジントンが町として正式に設立されたのは1779年のことだが、 その始まりはかなり前に遡ることができる。サジントンで最初の白人開拓者、サミュエル・ウッドラフが現在のコネチカット州、ファーミントンから当時はパンソーンと呼ばれていた地域に移動してきたのが1698年だった。その開拓地が成長して繁栄し、サウスファーミントンと呼ばれるようになり、さらに後には短縮型としてサジントンと呼ばれた。 町の初期で最も重要な訪問者は、ジョージ・ワシントンであり、1770年くらい、ウェザーズ・フィールドに向かう途中で町を通った。サジントンのマリオン地区は、町の中でも歴史ある場所の一つである。アメリカ独立戦争の時に、フランス軍の将軍ジャンバティスト・ド・ロシャンボーと、その軍隊が宿営した場所である。1781年6月、ロシャンボー指揮下のフランス軍は、 ファーミントンを出発して13マイル行軍し、サジントンのマリオン地区朝サバーンズ酒場近くでコネチカットを抜ける8回目の宿営を張った。そこは現在マリオン歴史地区となっている。フランス軍はそこに4日間泊まった。ロシャンボーとその士官たちは酒場を宿舎にし、兵士たちは道路の反対側の丘を宿営地とした。その地域はそれからフレンチヒルと呼ばれるようになり、 マリオンアベニューの東側にある標識がフランス軍の宿営地を示している。ティム・ローボク氏のサジントンのスケッチによれば、地主のバーンズがその酒場で舞踏会を開催し、近隣の大変多くの若い女性が出席した。彼女たちは礼儀正しい外国人と舞踏会を開催できるのは栄誉なこととみなした。と記した。バーンズ地主によって提供された精神を吹き込まれた。 祝祭は、フランス軍が滞在した4番に及んだ。ロシャンボーは1782年10月27日に戻ってきた時にも、バーンズの酒場を再放した。ティムローによれば、2回の宿泳にあと何年も、近隣で貨幣やボタンなどのものが拾われた。アサ・バーンズ酒場は、現在民間人の住居であり、マリオンアベニュー1089の宿泳地に近いところに、ある。 ペックストーウィルコックス工場、1910年、サジントンは当初小さく田舎の農業社会だった。1900年代初期、工業の中心地として発展したが、それでも人口は数千人と大変小さなままだった。水中で硬化できる最初のセメント、最初の荷車用ボルト加工機、首の骨を折るネズミ取り、新しいブリキ製品加工法など、 ここで、いくつかの製品が発明された。ニューイングランドの工業全体が衰退し、1960年代半ばに、週刊高速道路84号線が建設されると、サジントンはベッドタウンとして発展し、街は爆発的に成長して、人口は今日あるように42.000人を超えるまでになった。サジントンの労働者の28%は、 現在も製造業で雇用されており、その多くは金属製品と飛行機の製造に関わっている。第二次世界大戦中の1942年5月、町は陸軍省によってアメリカの宿図、コネチカット州、サジントンという防衛要衝冊子で注目を集める場所に選ばれた。写真家が町に集まって働く住民、遊ぶ住民、その家庭と教会の写真を撮った。 最終的な出版物は、ヨーロッパの UFO と敵国に、典型的なアメリカの市民と家族、その伝統を価値を見せるためだった。数千部が印刷され、ナチドイツが占領していたヨーロッパに軍用機から落下された。サジントンでは、毎年リンゴ収穫祭が開催され、地域や周辺市から地元企業や居住者が集まってくる。百六十九年からの伝統行事となり、 通常は、ウィークデー6日と、週末2日にわたって開催される。そのハイライトは、パレード、遊園地の乗り物とゲーム、ミュージカル公演、さらには、ボーイスカウトアメリカ、土地の協会、サジントン消防署と警察署、サジントンロータリークラブ、サジントン JC など地域社会の寛容なものから、提供される特徴的な料理の数々がある。サジントンを通る、 主要修道2本には、著名住人の名前が付けられている。コネチカット修道10号線の町内の部分は、ルイス・ジー・トールズ記念ハイウェイと名付けられ、州の農場の指導者で議員を務めたものにちなむ、命名である。この道路は1960年8月6日に開通し、2007年10月6日に、新しい標識をつけて、再度開通された。 コネチカット修道364号線の一部は2009年9月11日にオフィサーティモシー・ホリー記念ハイウェイとして開通した。これはサジントンで勤務中に殺された最初で現在まで唯一の警官の名前を取っている。ホリーは1937年12月30日に車に轢かれ、その6日後に死んだ。2011年1月、ジョン・ワイク・ゼルが 町マネージャーを44年間務めた後に引退した。1966年に調整委員会、マネージャー方式の政府が採用された時の最初の調整委員会から雇われていた。同じ町のマネージャーとして務めたその任期は国内最長クラスのものである。ワイクゼルは2013年に死去した。プランツビルの改修派協会サジントンは州都ハートフォードの南西。 約20マイル、ニューヨーク市の北東約80マイル、ボストンの南西約105マイル、プロビデンスの西約77マイルに位置している。町内には、プランツビル、マリオン、ミルデールの地区があり、それぞれに郵便局があり、独自の建築もある。町は、東西の2つの山の間にあるバレーにある。週刊高速道路84号線の出口28号から32号。 道691号線の出口4号が町内にあり、コネチカット修道10号線が町を2分している。サジントンは町内に多くの果樹園が現在も点在しているので、アップルバレーというニックネームがある。町内を食いにピアック川が流れている。マウントサジントンスキー場があり、1960年代からスキー客を集めている。サジントン町は、 北緯14度35分48秒、整形72度52分40秒に位置している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、長域全面積は36.6平方マイルで、あり、この内陸地35.9平方マイル、水域は0.73平方マイルで、水域率は1.99%である。ロングアイランド湾から、 マサチューセッツ州とバーモント州との宗教に伸びるトラップロックの多い産地、メタコメット産地がサジントンを通っている。この産地の著名な山は東からブラッドリー山、ラックド山、ショート山があり、ハンギングヒルズの一部もある。この産地を長さ51マイルのメタコメットトレイルが通っている。ソルティス池も地元住民によく知られた湖である。 1713年にアレクサンダー・ソルティスが発見した。サジントンの西側の尾根にはグレート、アンコンフォーミッチと呼ばれる極めて珍しい地形がある。一家は2010年の国勢調査による人口統計データである。地域の工業が衰退するとともに、古い工場や建物の多くが現在は利用されていないままである。最近閉鎖されたのは2001年に破産を。 宣告されたアイデアルフォージングだった。この工場は町の中心の中央事業地区にある。ニューヨーク市のメリディアン開発共同会社が2003年にこの資産に興味を示すようになった。このプロジェクトは工場の跡地に大規模な住宅、共同住宅、店舗、公園を作り出すことになった。工場の敷地は汚染されていたので工事を始める前に浄化する必要があった。 最近、メリディアンが町の規則に土地の築指定を追加し、この土地の指定を変え、資産の所有権を獲得し、認可を申請し、ウェットランドコミッションから解体の承認を得た。2014年10月時点で解体が進行中である。サジントンは、その独自の再活性化を加速させるために独創性を発揮した。2002年、町は、 中心がいるネッサンスプロジェクトを完成させた。このプロジェクトでメインストリートとセンター通りの歩道を見陰石の縁石とレンガの舗装材で置き換えた。修正庁の住人だった事前事業家ロバートペトロスクがこの再活性化に5万ドルを寄付し装飾された鉄製外灯柱、ベンチ、ゴミ箱が置かれた。花が咲く樹木が植えられ元の噴水と照明設備が修復され、 レクリエーション公園から街の中心に移された。ルネッサンスのゾーンが創設され、そのゾーン内にある私企業所有者が見かけレンガの舗装材、街頭柱のプロジェクトを続けるよう街に申請でき、街はコンクリートの歩道と高価なレンガの歩道の差額を払うことになった。センター通りからリバィ通りの東側まで、レンガ舗装の延伸が年月に完成し、 新しいディバティ広場オフィスフィル外側の舗装と繋がった。町の水道部は2002年にウェストクイーン通りに新しい施設を建設し、2008年6月にはミル通りとハイ通りの間にあった古い施設を解体し、その土地を歩道の延長、鉄製のフェンス、装飾のある街灯柱のある美しい公園に開発した。古い水道施設は歩行トレールに接している。 トレイルは2003年夏に一般公開された。このトレイルはその数年前に運行を停止した鉄道線の跡地を使った。ファーミントン運河緑道と名付けられ、完成すると歴史あるファーミントン運河に沿ってニューヘイブーンからマサチューセッツ州のサンプトンまで伸びることになる。その建設の第二段階は公式に2011年に開通し、 プランツビルセンターからチェシャートの町境まで古い鉄道線の跡をたどっている。景観を改善し、鉄製ベンチを置き、道路と交差するところはレンガの補装材を置いた。これは将来のサジントン中心街とプランツビルの再活性化につながることになっている。最終的にはチェシャーニューヘイブンルートともつながれる。サジントンには公立小学校発行。 中学校2校と高校1校がある。8年生から12年生の生徒には、アルタと呼ばれるオルターナティブスクールがある。サジントン公共教育学区には約6500人の児童生徒が通っており、コネチカット州でも最大級の学区となっている。サジントン高校は生徒数が2200人を超えて増加しており、卒業生の90%は高等教育機関に進んでいる。 サジントンは家庭向け校が一として人気があるので、入学者の増加に対応するために学校を拡張する計画が進んでいる。小学校3校が完成し、高校には新しい校舎1棟と2つ目のカフェテリアが完成した。有権者が最近他の小学校2校の増築と改修を承認し、2つの中学校も同様な計画が承認された。町内には 教区学校が3校ある。1校は幼稚園前から8年生まで、1校は幼稚園から5年生まで、1校は幼稚園前から12年生までを教えている。2015年3月、コネチカット州で初のバス高速交通機関である CT ファストラックが開業し、ハートフォードとニューブリテンの間で専用道路による運行を始めた。急行バスは、 ハートフォード中心街とウォーターバリーの間を運行し、サジントンでは南メインストリートとマルベリー通りにある無料パーク、アンドライドのバス停から利用できる。この創業に続いて公共交通バスが現在はウォーターバリー駅やメトロノース鉄道とを結び、ブリッジポートからスタンフォード、ニューヨーク市まで行くことができる。サジントンの町内には、週間高速道路十四号線、別名、 ヤンキー・エクスプレスウェイや、週刊高速道路691号線など、いくつかの高規格道路が通っている。サジントンを見下ろすラッグドサンサジントンにはかなり大きな公園や開放地があり、アウトドア活動の機会を提供している。公共公園レクリエーションがサバーンズ酒場助佐や、カウルズ大移定、ジョナサンルート定サジントンでは、カキのように多くの家屋や地区が、 アメリカ合衆国国家歴史登録罪に指定されている。ありがとうございます。